本日のゲスト、糸数美穂さんです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。私、パシフィックメディカルの糸数美穂です。パシフィックメディカルは電子カルテを医療機関に普及させている会社だよ。病院に様に対して、契約していただいた後にですね、電子カルテを導入していくという支援をしております。糸数さんのここまでのキャリアが気になりますね。そうですね、ご紹介をしましょう。まず沖縄県立看護大学を卒業後、東京北医療センターに就職されました。その後医療系のスタートアップを経て、現在のパシフィックメディカルに在職されているということですけれども、このキャリアを聞いて新さんどうですか？看護師のお仕事から一般企業に移られた、そのなんていうかこう動機とか、きっかけとかが知りたいですね。そちらを今日もこのキャリアレールを使って、糸数さんのこれ人生が全て詰まってますので、話向きが、はい、ちょこちょこちょことあってこの列車を走らせていきますが、皆さんこれここで、ね、見えるようになってます。じゃあお願いします。出発点がこちらです。沖縄県立看護大学から出発するということですね。ご出身は沖縄？はい、沖縄です。幼い頃は与那国島というまた西の果ての島に住んでいたので。沖縄の与那国島は日本最西端の島。島には高校がないため、糸数さんは高校から沖縄本島に行き、看護大学も卒業したんだ。なるほど。ここになんかこうたくさん人がいるんですけれども、何いるんだ？ここに分岐点があるというのは、8人います。はい、誰でしょう？私が今も好きなグループで推し続けているアイドルグループ、平成ジャンプのメンバーになります。平成ジャンプがまず転機のきっかけにですね、なったんですね。はい、何があったんですか？平成ジャンプを大学の頃に好きになって、そこからコンサートをたくさん行くようになったんですね。どうして東京につながるということですか？就職しちゃったらやっぱり休みを取るとかっていうのが難しくなるかなと。どういうふうに遠征を積み重ねたらいいのかなというところで、東京だといろんなところに行きやすい、あとは東京では絶対コンサートやるかなと、東京に絶対行くっていうふうに。すごい、推し活起点の状況だったわけですね。そうなんです。すごい、これが原動力で大学の勉強も頑張ったり実習も頑張ったり、そうなんだ、もう東京に行くために頑張ってました。新さんもアイドルの追っかけしてたのかな？あります。あります？あります。誰？私ね、ビッグバンをすごい追っかけてた時期がありまして、ツアーみたいな、ツアーも行ってましたし、なんかただ同じ空気を吸いたいとか言ってしょっちゅう韓国に行ってました。もう国出て、そう、事務所の近く の, 打ち上げで行くらしいご飯屋さんに行くとか、そういうことですよ。本物のファンですね。まあ別に何ライブがなくても行って、なんか同じ空気を吸ってるみたいな、なんかそういうのありません？あります。ありますよね。そう、糸数さん、アイドルの推し活もあって東京へ。看護師として就職したのは東京北医療センター。職員800人を超える巨大総合病院だよ。看護師を志された理由は何だったんですか？はい、私7つ上に姉がいるんですけど、姉が看護師だったんですね。間近で看護師というお仕事を見ていたんですね。また管理栄養士の母に健康であることが知育得育体育って言われてるんですけど、の基本、基礎基本だよってずっと言われたので、人々の健康づくりとかそういったところに関わりたいなというふうに思ったので、看護師を目指すようになりました。なるほど。東京北医療センターに就職した糸数さんですけれども、すぐトンネルか。どういう時期だったんでしょうか？はい、急に慣れない東京と一人暮らしという生活にすごいストレスを、そして仕事も始めたばっかりで、そうなんです。もう仕事も生活の面でもダブルでストレスを抱えてしまったっていうのがあります。那覇はやっぱりあったかいイメージですけど、東京の気候の変化みたいなのは結構ダメージありましたか？
9月になった瞬間寒く感じて、うん、12月頃にはもう完全に寒いのに、うん、もっと寒くなるよって言われたのでえみたいな、これ以上に寒くなるのみたいな、脅す人がいたんですかもう その寒さでもストレスを感じてましたね。確かに。へ、寒さ以外にも1ヶ月に 4,5 回ある夜勤に最初はなかなか慣れなかったんだって。睡眠休憩と1時間、あ、30分か、30分のお食事休憩はあるんですけど、はい、睡眠時間っていう休憩ですけど、うんうん、記録とかその間にしなきゃいけないことたくさんあったので休憩できないですよね。そうですね、と新人の時はもう全然寝れなくて、うん、まあ、寝れる時間があったとしても2時間なんて全然寝れなくて。一人暮らしは東京に来られて初めてだったんですか？あ、そうなんです、私与那国島出身なので、うん、沖縄本島に来る際はあの兄弟と、はい、あとはおばあちゃん一緒に来てくれて、一緒に那覇に、身の前のことは頼りっきりでした。やってくれてたのが一人暮らしになると全部やらなきゃいけないし、そうなんです、そうですよね。実は本当に毎日泣いてましたね。わかる。大学に進学するため大阪から上京した新さんは、一人暮らししたくて東京に出てきたのに、いざやると、そう、すごい寂しくて、あの最初の1ヶ月の電話料金が4万円になりましたずっと毎日ずっと電話して、どんだけかけてるのよ家族と電話毎日して、そう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 、4万円でそんな中で、まあ、生活に慣れずにいた糸数さんですけれども、ここで分岐点ですね。そしてどなたかがいます、はい、ね、こちら私の本当にずっと大好きなおばあちゃんなんですけど、はい、亡くなってしまったんですね、ずっと支えてくれたおばあちゃんが。そうですね、病気になっちゃって私が上京して、うん、それから結構急に亡くなっちゃったっていうところはありました。容体が悪化した祖母に会いに急いで沖縄に戻り、最後を見届けることができたものの、糸数さん看護師として働く自信をなくしてしまうんだ。もう私本当に看護師に戻れないってずっと言ってたんですよね。本当に自分の一番大切だったおばあちゃんを、うんうんうん、なんか看護師になったのにそういう病気になった時に助けられなかったっていう、うん、すごいなんか自信がなくなってしまって、その時に、うんうん、なんかそれだと他の人たちを支えるような看護師になれるはずがないってずっと思ってて、ずっと泣きながら同期に話聞いてもらったり、で市長さんにももう私行けませんみたいなことを言ってたんですけど、うん、沖縄にはこの時帰ろうという選択肢はなかったですか？ありました、ありました。ありましたか。やっぱり家族がいたので、うん、沖縄に、うん、その方がやっぱり気持ち的にも安心できるんじゃないかなっていうふうに考えて、あ、もう沖縄に帰るしかないっていうふうに思ってました。しかし看護師として働き続けよう、そう決意をしたのは看護師に合格した時の祖母の言葉を思い出したからなんだ。看護師の国家試験を合格した時に一番喜んでくれたのはおばあちゃんだったんですね。それをすごい思い出したので、うん、より頑張れるなって思って、じゃあまだまだ東京で頑張ろうというふうに思いました、うん、その周りの看護師の先輩も私のこの状況を知って助けてくれてるっていうことを考えると、うん、もう全然なんかまだまだ続けられるなっていうすごい自信に、いい職場だったんですね。本当にそうですよね。ちょっとずつじゃあそのおばあちゃんの、はい、うん、辛い出来事を少し克服して、なんか平坦な道が続きます、うん、この辺りはどんな気持ちだったでしょうか？もう 2,3 年4年目とかはすごく楽しかったので、ずっと続けようられるかなみたいな感じもありつつ、一方で同期とも先輩ともちょっと話してたんですけど、自分のキャリアについて漠然と悩むようになったんですね。あ、まあ、看護師っていうとずっと看護師を続ける方が多いイメージがありますけれども、うん、 そうですね、はい、そうじゃない道をっていうことだったんでしょうか？なんか自分たちは看護師しかできないっていうかっていう呪縛というか、十分ですよ十分ですけどなんかずっとやっぱり大学に入って看護師の勉強しかしてこなかったので、うんうんうん、その他の世界を知らなかったりとかするので不安だったりもしましたし、もう よりキャリアについて悩み始めたっていうところがあります。なるほど。糸数さん SNS で情報収集を始めたんだって。
看護師キャリアとかそういう感じで調べ始めたりとかするんですね。あ、この人とお話ししてみたいなって思った人にはDM とか送ったりして。今時ですね。今時、うん、SNS を通じて知り合ったのが薬剤師の資格を持っているある人だったよ。薬剤師の資格を持っているけど薬剤師にはならず自分で事業を立ち上げましたっていう方だったんですよ。資格持ってるのにそれじゃない道で今働いていると。医療職だけど違うキャリアを選ばれている方って意外といるなっていうふうに感じたんですよ。そうなんですね。この方はどんな仕事をされてたんですか？はい、医療者のためのキャリアトレーニングを開発している方でした。キャリアトレーニングとはその人に合ったキャリアの実現のためにサポートしていくことだよということを医療者に向けてやっていこうというところ。ビビッときたわけですね。あ、まさに私がキャリアに悩んでる漠然と悩んでる、うん、ところだったので、うん、絶対そういうことはニーズとしていいだろうと思い、うん、はい、あ、じゃあこの方にこうキャリアの相談に乗ってもらうっていうよりかは糸数さんが自分が誰かの相談に乗ってあげようと思ったっていうことですかね。あ、そうですね。自分自身 その今までの悩んだっていう経験から、うん、看護師の悩みっていうところを一緒に考えて解決に向かえるような伴走っていうか追ったことができるんじゃないかなっていうふうに思いました。なるほど。SNS で知り合ったこの人が立ち上げた医療系スタートアップに興味を持った糸数さん、5年近く働いた看護師を辞めて転職するんだ。じゃあここで大きな変化ですね、うん、ここまでご覧いただきありがとうございました。続きはテレ東ビズでご覧ください。